スープが美味しいからね。はいどうも、今日もういい感じになってる、いいジャンプです。いい感じになってきたので、もうね、締めのもう締めます。閉店ガラガラ。今日はね、そうめん、タンタカそうめん今日はタンタカそうめんを作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあということでですね、まずプレミアムモルツを用意してください。はい、まずプレミアムモルツを用意して、ボックをプレミアムにしていきます。どうもプレミアムリュウジです。今日はタンタカタンタンそうめん、タンタカタンタンタンそうめんをやっていきます。最初にね、つゆを作ってください。つゆ、タンタンそうめんね、タンタンのタンを作っていきます。豆乳ですよ、無調整使ってた。僕のレシピに出てくる豆乳はね、全部無調整、僕も無調整。これね、お味噌ね、小さじ1ね、これ豆乳に入れるとね、溶けにくいんですよね。だから良い子は白だしと味噌をよーく混ぜて粘度を低くしてからやった方がいいです。そうそう、大さじ2入れますね。すりごまさん大体大さじ1、まあ、これぐらいでいいと思います。あんたのほう、ごま油小さじ1です、ね、僕にビール大さじ3入れていきます。あで、マジマジします、マジマジじゃんじゃん混ぜてください。タンタンなのになんで豆乳使ってんじゃいと思うじゃないですか。タンタン麺って練りごまを使うのですね。練りごまというごまをすりつぶしたものなんです。今回使ってるのは豆乳、ね、豆乳で大豆をすりつぶしたものなんですよ大豆をすりつぶしたね、ごまの乳なんですよね。俺もさっぱりな言ってるか分かんない、似たような味になるってこと。うまきゃいいんだよ。だって何のために皆さん料理してるんですか。美味しいもん食べたいから料理してるんでしょ。美味しいもん食べましょう、酔っ払ってても。十分混ざってますね。はい、もうちょっと丁寧にやるんだったら、豆乳少しずつ加えながら味噌を溶かしながらやった方がいいですね。そうすると非常に、味噌が溶けやすくなります。こいつはね、冷たいまま食べたいので冷やしといてください、ね、冷蔵庫汚い。沸かしたお湯にイボの糸ね、イボの糸入れていきます。パラパラパラ、はい、そうするとイボの糸はね、シュン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 いくんでね、ひきごまドーン。スープが美味しいからね。ツイッターで見たんだけど、こうやるとさ、吹きこぼれないって。そうめんを茹でていきます。ザルであげていきます。はい。流水にかけちゃう。肉と一緒にね。お肉はね、基本的に旨味というよりは食感なので、このそうめんに関しては。だから、茹でてお湯捨てたら旨味抜けるだろうっていう人いっぱいいると思うんですけど、別に旨味抜けてもいいです。なぜなら、スープに旨味がいっぱい入ってるから。そもそもひき肉 60g じゃそんなに旨味出ないので、そうめんって結構細いので、水分が絡むので、ちょっとギュッと絞ります。水分が、切れたものを、ここにね、乗せていきます。これがね、ひき肉の食感がね、これがね、一番楽。別で炒めるとね、冷まさなきゃいけなかったりするんだね。作ったね、味噌スープね、味噌豆乳スープ、ここにダーッと、かけていきます。お、結構、ね、結構いい量になりましたね。ここにネギ、結構入れちゃっていいっすよ、はい、胡椒、今回はね、ちょっとパウダー状のものを使います。粗挽きでも全然入ってないじゃん。じゃあ粗挽きしかなかったら粗挽き粗挽きでも全然美味しいからね。あーよ、タラタラタラーっとね、はい、冷やし担々そうめん完成です。じゃあということでできましたので、早速食べていきたいと思います。さばきます、いただきます。これね、そうめんにまだスープをかけただけなので、これね、よくね、ほぐしながら食べてくださいね。
スープと一緒に召し上がってください。いただきます。うわブレモルヤバタン、え、マジこのスープうまい。豆乳って結構コクあるんですよね。だからね、練りごまを使ったスープの代用としては本当にいいんですよね。味噌のコク、白だしのうまみ、ひき肉の食感、ラー油の辛みと香りね、まあいいんです。うん、うまい冷やし担々スープの完成度が高すぎる。めちゃめちゃ美味しいです。夏場の暑い肉そうめんとしては非常にクオリティ高いと思います。これ本当に美味しいです。ブレモルが進むんじゃ。幸せですね。幸せすぎてシワになったわ。今僕の舌が一番欲している味。うん、皆さん本当の味ね。楽しみにしてください。早速おはようございます。ということですね、今日の動画いかがでしたでしょうか。まあね、思いの通りにやってしまいましたけども、目指すのが一つですね、楽しく料理をして美味しいものを食べようっていうとこだけですので、ぜひ高評価およびチャンネル登録、よろしくお願いいたします。